れどうだった？今日で1500日だっけ？全然覚えてないよ。ね、お祝いの画面にはなってるけど、昨日1499日だっけ？99日？ 1499 日？そうだっけ？今日で1500日なの？マジか。今日も何もお祝いイエーイみたいなことしないんだけど、ごめんなさい、マジで毎回そうだ。もうずっとそう。もうずっとそうです。強くないね。とりあえず AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。今日もショールームをやるんですけど、さすがになんか前髪めっちゃボソボソじゃない？前髪めっちゃボソボソじゃない？ちょっとくしで溶かします。ちょっとただいま。もうなんかもう改めてやりますねとか言ったら多分1300日も1400日もっていうか3年配信も何もしてないんですよ。もうね、一生やらない気がする。やばいよね、普通に考えて普通に考えてやばいよね。どうしよう、やばいよねマジで。ごめんなさい、だからちょっと今回も後日はできない気がする先に言っとく、無理かも。ごめんなさい申し訳ない。まあそれはそれで置いといて、今日は何話そう。なんかいろいろ話せることあったと思ったんだけど忘れました、全部。なんだっけ、やばい、本当に全部忘れた。なんだっけ、本当に記念配信をスタジオでやってもらってもいいよな。もうやるときない気がするわかんない、もうここまで来るとね、私もう一回もやらない気がするんですよ。そうだってもう3年ですよ。3年や、まああんまりこういうこと言うもんじゃないですよね、言うもんじゃないですけど、3年ですよきっと。もうね、まあスタッフさんを把握してるのかどうなのかちょっとわからないんですけど、どうなんでしょうね。
うん、1年目の時だっけ、1年の時に落ち着いたらスタジオ配信みたいな話もねあったような気がしたんだけどね、いつの間にかなくなってたね。うん、多分まあ落ち着いたらがいつなんだっていう話だったんでしょうね、わからんけど。そう、だからもうここまで来たらないんじゃないかなって、もう半ばちょっと諦めてもいるんですけど、正直なところはい、まああんまりそういうこと言うもんじゃないでしょうね。はい、うん、初見さんありがとうございます。私のアバターだ。そうだ、まずその話だ。今日からサンリオキャラクター大賞が始まりまして、私はもううさはなに投票します。でも私は毎年サンリオキャラクター大賞めっちゃゆるくやってるものなので、本当にゆるく。でもただ私、まあ今日に合わせてそのサンリオショップに行ってさ、うさはなのネームタグキーホルダーみたいなの買おうと思ったらないんですよ。全然見当たらなくて、2店舗ぐらいしか行ってないけど、あーちょっとおーどうしようってなってて、ネットではね確かまだ発売販売されてるんですけど、なかなかねネットってなると、あの何円以上で送料無料とかになるからさ、ちょっとそこまでいっぱい買うのもちょっと難しいなとか思いつつね、どうしようってなってるとこです。まあそれで今年はね、今年もまたいろんなとことのコラボが出ててさ、毎年タニタさんとのコラボ商品が出るんですけど、そのサンリオキャラクター大賞と連動で、今年はなんか湿度温度、あの湿度温度と湿度温度時計みたいなのが出るからさ、ちょっと欲しいなって思うんだよね。違う、温湿時計だ。そう、欲しいんだよな。あ、うん、めっちゃ普通にカートに入れそうになってたね。実用的ですよね、めちゃめちゃ。これいつまでなんだろう。5月26日までか。はいはいはい、だいたいこのサンリオキャラクター大賞のいいところってね、なんかあのこういうほんと連動企画でグッズがいっぱい出るのがね嬉しいんだよね。あんまり買わないことの方が多いんだけどね、私もそんなにバンバカバンバカあのなんだあのグッズを買う方ではないので、やっぱ欲しいなって思ったものを買うので、キャラクター大賞おすすめグッズね、うさはなが見当たらないです。まだ一応ネームタグは、うさはなはカートに入れる分はあるけどね。
でも在庫切れのものとかあるからね、あの欲しいんだけど、でもな送料のこと考えるとな。やっぱ送料のことはめっちゃ考えちゃうんです私。そうだ、4400円ぐらいで送料無料になるんですよ確か。わっ、多分合ってると思うんだけど、だからだいたいちょっと欲しいのがあったらお姉ちゃんになんか欲しいグッズ、私これこれ買おうと思うんだけど欲しいグッズないってめっちゃ聞きます。でもそうね、本当に売り切れる前に絶対買った方がいいんだよね。なんかお姉ちゃんいっぱい欲しいのあったりしないかな。そうマジで買いたいからさ、なんか難しいな。そう本当に、だから本当はショップで買いたいんだけどね、それが難しくてなかなか。ね、本当。ショップで見つけたいなって思いますね。本当一番はね、お姉ちゃんがいっぱい欲しいのがあることが一番一番なんですけどね、マジで。そう、あーでもそうだな、ね、そう毎回私はそうやってやってる。その方が送料かかんないしね。あ、でもこれは可愛いの、お皿。大体もう食器とか買ったらね、もうすぐにいっぱいになるんですよね。
あ、1500日、イエーイ。雑。今めちゃめちゃに雑だったよ。びっくりした自分で。あー、これかわいいな。菓子皿。菓子皿でいいのか。お菓子置く皿、お皿ってことだね。お皿って言っちゃった。お菓子置くお皿ってことだよね。めっちゃ可愛いな。私お菓子置くお皿とかそんな持ってないからな。ピルスナーグラスとかあるんだ。ピルスナーってビールの名前でしたよね。違ったっけ。誰かに、家族に教えてもらったんですよ確か。そう、うちの家族は割とお酒好きなんですよ。私は全然飲まないんだけど。そう、タワー来てた、ごめんなさい。もうちょっとネットショッピングに夢中になってしまっていた。待って、どこだどこだ、あったあった。片栗小次郎さん、1500日タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。マジで、ね、めちゃめちゃネットショッピングに夢中になってしまった。本当にすみません。まあいろいろあるね。そう、なんか結構ランチボックスとかあるじゃん。こういうのもあったらいいねとは思うけどね、ちっちゃいんですよね、どうしても。どうしてもちっちゃいのよ。そう、私それじゃ足りないわってなっちゃうから。あー、クッキーね。まあなんかこのカスタムできるやつとかもいいんだけど、あ、ネームバッジってしかもそんな感じなんだ。なるほどね。なんかいいのないかな。いいのないかな。なんかね、難しい。まあでも今んとこやっぱお皿系がいいなとはなるんだけどね。この長いお皿とかいいよね。お魚置きたいもん。ね、そう。そうだから本当はショップで見つけるのがマジで一番なんですよ。ただね、見つからないんだよね。だいたいウサハナがない。だいたいない、ウサハナがない。なんか DVD 系とかでないかな。可愛い歌舞伎は持ってるから、
そうですね、可愛い歌舞伎のあれはないですもんね。今まで持ってないパレードの買うのもありではあるんですけどね。意外とない。ネイルプリンターめっちゃいいやんって思ったけど、割とお値段したわ、びっくりしちゃった。いやー難しいね、難しいです。やっぱまあ一番はショップで見つけることですね。はい、でも、もうちょっと最近ね、あんまりたくさんなんかむやみにお金を使わないようにとかね、思い始めるとねダメになっちゃうんだよね、ほんとにもう。でも本当にもたもたしてるとねマジでなくなるからね、本当にそれだけは避けたい、マジでマジでそれだけは避けたい、本当に本当にね、それだけは避けたいんですよ。でもマジでない、マジでないどうしよう、本当にマジでない。衝動買いあんまりはしないかな。たまに、まあ、お洋服とかでこれめっちゃ可愛いって思って試着して最高やんって思って買うってことはあるけど、そうね、衝動買いは、まあ、たまにはするよ、たまにはしますけどもって感じだね。まああとエコバッグ、エコバッグ、ん？エコバッグとかね、確かにいろいろ欲しいんですよね。私プーさんの使ってるんだけど、もう結構ビリビリになってきてんのよ。まあまあ危ないなって思ってて。かわいい。これもかわいい。シナモン、よいしょ。まあちょっとね、まあ、お姉ちゃんに聞いてあんまりなかったら
もうちょっとショップを探してから考えようと思います。でもね、早めにしないとマジで売り切れちゃうからね。そう、うさはながないんだよね、ピンポイントで。困った。私の行く先ではうさはな好きな人がゲットしててないってことなんだろうな。うさはな欲しいな。うさはな欲しいよ。あれ2つぐらい欲しいもん、マジで。そう、まあでも今年はね、毎日投票できたらいいなと思いますね。私結構サンリオキャラクター大賞すごいゆるーく参加するから、あんまり毎日こう投票みたいなのできないんですよね。そうそう、だから今年はなるべく毎日投票できたらいいなと思ってます。お代理はもう歌舞伎にゃん太郎を絶対に1位にするって言った。私はもううさはなを応援します。それもちょっとのんびりですけど、まあ本当ね、人それぞれいろんな楽しみ方あるので。でもそういえば今日ね、女子高生かなの子がスクールバッグにうさはなのマスコットキーホルダーつけてて、しかもピューロランドでしか手に入らないやつだったから、あ、ガチの、いや別になんかピューロランドだからうんぬんじゃないけど、あ、同志だって思いました。さすがに声かけたりはしなかったけど、そう、ほんと皆さんはね、このキャラ応援したいっていう子をぜひ応援してくださいね。めっちゃハッてなった。どうしやんって思って、そう、ちょっと嬉しかった。それは今あくびしたんだけどさ、めっちゃもう高い声が出ました。もう私の声出しレベルだった。まあ、今日はね、いつもよりちょっとだけ遅いから本当にありがたいな。ちゃんと寝ます。本当に昨日ちょっと疲れちゃってね。
早く寝れなかったから。あとはもう今日特に会ったことってないもんな。さあ、こっから何の話します、皆さん。ああ、あれだ、あの話しなきゃ。昨日あげたんですけど、ついに浅草デビューしました。イエーイ。そう、浅草デビューです。ずっと行きたかった浅草に行ってきました。なんか気になるご飯屋さんがいっぱいあって、浅草、そうで、いろいろ行きたいなって思ってたからね、それをついに叶えることができました。今回はあのカレーパンと、確か黒毛和牛のカレーパンとメロンパンとチーズカツを食べました。で、本当はあの台湾唐揚げとあのうななのおにぎり、うなぎのおにぎりを食べたかったんですけど、まずうななはその日お休みで、もうそれ私うななが一番食べたかった、一番って言ったらあれだけど、めっちゃ気になってたとこだったから、うななが、それやってないのがまず結構ショックでかかったんですけど、でちょっと台湾唐揚げはもう売り切れてて、そうで、でもとりあえずカレーパン急いで並んで、そしたらちょうど、まあ私今回メンバーといたんですけど、ちょうど私たちのところで売り切れてたからめっちゃ危なかった。そう、めっちゃね、美味しかったよカレーパン。でその後はメロンパン食べて、でメロンパンもさ、焼きたてだったんだけどめっちゃ美味しかった。そう、もう外はサクサクで中はふわふわのメロンパン、めっちゃ久しぶりにメロンパン食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。で、あとはチーズメンチカツね、そう、チーズが伸びてて全然切れないからちょっとね怖くもなりましたけど、そうそう、うななね、お休みだったの、めっちゃショックだった。お休みかいって思って、そう、でまあ他にもね、いろいろ気になるお店はあったけど、今回はその3つを食べました。めっちゃ幸せだった。でも私はあと築地にめっちゃ行きたいんです。築地の食べ歩きもいろいろあるじゃないですか。それもやりたくて、ずっと憧れてますね築地に。でもその浅草のもそうだけど、私も自分のインスタにね保存してます、いろいろ気になるお店を。あ、そうだ、横浜中華街もいろいろ行きたいのあるんだよね。そう、浅草のアンナのクレープっていうところもめっちゃ気になるんですよ。ただやっぱちょっとパンパンできて、ちょっとクレープは多分無理だなって思って、そうそう、一旦ね今回は諦めて。そう、でもあとね、大正ロマン館だったかなのクレープめっちゃ美味しそうで、あのプリンが乗ってるやつ、あれも食べたーってなりましたね。あとなんだこれ、ボバ365なのかな、なんかフレンチボックスサンドもめっちゃ美味しそう。
あ、そう、大正ロマン館カフェ、めっちゃ美味しそうなの。とか、あと何だったかな、気になるのいっぱいあるんですよ。でもそんな感じかな。あー、あとなんか束ねの詩っていうのかな、これであったのかな、のクレープもめっちゃ気になるのよ。めっちゃ美味しそう。そう、和クレープめっちゃ美味しそうなのよ。そう、でも最近なんか食べ歩きサイトみたいなの見るのにハマってる。もう食べ歩き見たらね、そう、ついつい気になっちゃって。でもそう、築地にもいろいろさ、食べ歩きできるとこがあるみたいだから、めっちゃ行きたいんですよ。特に気になってるのはね、卵焼き。あと築地コロッケかな。そう、あの明太もんじゃコロッケが美味しそう。わあ、やとに鬼鳥鶏肉が食べれるってことがあるのか。美味しそう。あと横浜中華、さっきも言ったけど横浜中華街の食べ歩き、食べ歩きっていいよね。で、まあ芋ピッピはね、愛媛にもあるし、愛媛で行こうと思ってそう、韓国料理もね、確かにいろいろ気になるのいっぱいあるんですよ。それこそ韓国料理は新大久保とかに行けばいいのかな、もし行くんだとしたら。でも最近見たんだけど、焼肉キングで韓国フェアやってるんでしょ。めっちゃ行きたいんだけど。そう、まあほんと浅草デビューでもめちゃめちゃデビュー、あの映えにはふさわしくない格好で行ったんですけどはい、まあ、そこはご了承くださいということで。ああ、ほんと私マジインスタにね、気になるお店見つけたらもう保存して、なんかコレクション別みたいにしてすぐ見れるようにとかしちゃうんですよ。あんま行けたことないんですけど、そのうちの1店舗ぐらいにしか行けたことがない。めっちゃ少ないでしょ1店舗って、ってなるから、もっといろいろね行けたらいいなとは思うんですけど。なんかめっちゃ風強い気がする。ちょっと風強いなんてちょっと怖くない？ちょっと怖いんだけど、どうしよう。風強いのはちょっとな。
ちょっとね、ざわざわしちゃうよね。強いの怖いから話そう、みんな話そうって言ってももう全然話題がないってもう毎日言ってる人ですから、本当ね困ってしまいますわ。どうしよう。あ、でも昨日なんでその浅草の写真をツイッターに載せようかなって載せようかと思ったん載せようと思ったのかっていう話なんですけど、そうなんか最近ねやっぱあの一人旅で秋田に行った時のことを思い出してね、なんか楽しかったなとか、まあその秋田にはミュージカルを見に行ったんですけど、あのミュージカルめちゃめちゃ良かったなとかって思ってて、そうだ秋田の行った写真ちょっと載せようかなとか考えたら、そういえば浅草に行った時の写真載せてないじゃんっていうことに気がついて載せました。そう最近ちょっとね、そう楽しかったなっていう思い出に浸ってる。また行きたいんだよな、きっと。今度はね、家族と行きたいなって思って。そう、家族もそのわらび座の舞台見てみたいって言ってたから、わらび座さんの。で、新しい舞台始まるから、またそう。それもね、いつか行けたらいいなと思いつつ。楽しかった、一人旅めっちゃ大変だったけど本当に計画性なさすぎるから、もう本当にミュージカル見に行く以外何も予定立ててなかったからさ、本当に観光はあんまできなかったけどそうそう、っていうのとね、まあと秋田のキティちゃんの靴下が買えなかったっていうのはまあまあショックがでかいんですけど、はい、
まあ一人だったらねノープランでも全然いいけどね、誰かと一緒の時にノープランはまあまあきついですよね。その誰かがね怖いから。まあ私は今回マジでもうミュージカルと食べ物しか考えてなかったから、とりあえず秋田の美味しいもの食べたいって思って、もう比内地鶏にはまりましたね。また食べたい、食べたいな。行けてない都道府県いっぱいあるよ、もういっぱいあります。青森、岩手、山形で、栃木。あれこれってお仕事入れます？今じゃあお仕事を入れて考えるね。まあ観光はしてないけどお仕事入れて考えると、富山、三重、あれ三重、待ってめっちゃ怖い、めっちゃ怖いです。あれ三重は、あれ鈴鹿サーキットはどこだっけ、静岡が三重のどっちかだと思ったんだけど、で岐阜も行ってない、和歌山も行ってない、鳥取行ってない、佐賀も行ってない、大分も行ってない、宮崎も行ってない、鹿児島も行ってない、そんな感じです。あ、じゃあ三重か、じゃあ三重は行ったんだ、じゃあ静岡に行ってないな多分。まあまあ言ってない、何件かごめん数えてなかった。でも今はね、どこに一番行きたいですかって言われたら熊本か鳥取です。はい、鳥取行きたいんだよな。まあ、それは鳥取はね、名探偵コナンだったりとか、ゲゲゲの鬼太郎だったりとかありますから、行きたい、マジで。そうね、富士スピードウェイには行ってない。ちょっと急にね、鳥取の美味しいご飯を調べたくなったんで調べます。水木しげるロード付近の美味しいランチ20選そういうのばっか調べる。うわ、海鮮いっぱいやん、最高。え、鬼太郎キャラの菓子パンとか売ってるとこあるんですか、パン屋さんで。そんなん行きたい。大体海鮮だね。もうね、海鮮なんて最高なんですよ。そう、美味しそう。でも鳥取のなんか、あの鳥取のご飯、ご飯でご当地グルメでいいか。
鳥取のご当地グルメって何なんだろう。へえ。鳥取県はカレーの消費量でナンバーワンをキープし続けたほどカレーが大好きな県。そうなんだ。ああ、牡蠣ね。はいはい。うわあ。ああ、カニね。いいね。ああ、牛骨ラーメン。美味しそう。ラーメン全然食べないけど。ああ、サバ寿司ね。美味しそう。いただき。美味しそうだな。大山鳥。大山鳥でいいのか、これは。これで違ったら本当にごめんなさい。ちょっとごめん、ちょっと一瞬待ってね。ただいま。あ、大仙でした。大変申し訳ないです。大変失礼いたしました。大仙でした。大山って言っちゃったよ。 B 級グルメは牛骨ラーメンだけなのかな。マジで風強い。怖いよね。本当に怖いから勘弁してくれ。風が強いのマジで怖いから勘弁してほしい。勘弁して。これも美味しそう。なんて読むんだこの。モトラン違うな。スラ絶対違うな。調べよう。スラーメンか。スラーメンも普通に美味しそうだな。ラーメンあんま食べんけどさ、マジで。そう、ホルモン焼きそばのホルそば。はあ。まあでもホルモンがあんまり食べれん可能性があるからな。でもうわ、気になる気になる。最近ちょっと焼きそば食べたい欲があるんですよね。ちょっとね、あ、松葉ガニね。カニいいね。美味しそうだな。いいね。もうついついね、調べちゃうよね、こういうグルメ。うわ、美味しそう。でも結構やっぱ鳥取は海鮮が多いですね。いやー、もう海鮮はね、もう最高なのよ。そう。なんか妖怪グルメとかもあるらしいですね。あー、本当に風が強いのやだ。怖いよ、マジで怖い、マジで怖い。もう何、鬼太郎ハウスとかあんの。めっちゃ行きたい。目玉のバーム行きてー。
行きたいな。一旦木綿焼きとかあるの。あ、イカなんだ。絶対美味しいじゃん。いや、やっぱ鳥取行きたいな、いつか。まあでも本当に今回ね、自分一人で秋田行って、ちょっと一人旅へのハードルが下がって、ちょっとまたなんか時間あったら行けたらいいなっていう風に思いましたね。はい、それじゃあちょっと今日はここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングを読んでおりますね。13位から、13位ロミツさん、12位ヒロくんさん、11位キャパさん、10位夏目さん、9位 W 流星さん、8位飯田博之さん、7位マモさん、6位川端慎二さん、5位七田さん、4位カラスのカーコさん、3位玉国さん、2位はやちゃんさん、1位が片栗小十郎さんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみー。